皆さんこんにちは。小松です。久しぶりのアスカ更新。10月末に福山2目のプラモデルコンテストに出場するので作りかけのアスカを再開したいと思いますよ。1年前にやっていた作業を思い出しつつ、1点1点パーツをチェックしていると顔の表面処理が残念だったのでここから修正をします。プラとパテとレジンの混合パーツになってしまって収集がついていないのでポリパテに置換して表面処理、最後にホワイトレジン化してしまう予定。まずは肉の隅部分にエポパテを充填しておきます。ポリパテ置換のため、シリコン型を作ります。昔、小松が原型師を目指して頑張っていた時代の機材を再利用。前後で割れる型を作るので、ブロックで枠を作ってまずは油粘土を入れ込みます。ここに顔パーツを置いて粘土の土台に押し付けます。押し込んだだけではパーツと粘土の境界線が汚いので、ゴム筆を使ってきれいに整えます。といっても、ポリパテ状態から表面処理をするのでまあまあ雑でも問題なし。型がずれないよう筆の柄の部分で凹みをつけ、シリコンを流します。硬化したら取り出し、ひっくり返して粘土を剥がします。ここでパーツがシリコンから剥がれてしまうとアウトを。まあ、やっちまったわけですが。ポリパテ置換だし後で処理するからなんとかなるなる、で行った結果がこれだよ。そもそも粘土に埋め込む側が逆ですな。瞬着でくっつけてやってみよう。またやり直すの面倒だし。もう片側にシリコンを流す際、シリコンが融合すると型が割れないのでクリアを塗って融合しないようコーティングをします。エアブラシで拭いた方がいいような気もしますが、筆塗りでも大丈夫でしょ。ここにシリコンを流し込んで、枠を取り外してシリコンを割れば型の出来上がり。ポリパテを流し込みます。個人的にはやっぱモリモリというポリパテが使いやすいんですよねー。ネーミングがちょっとあれだけど。少し硬い場合はスチレンモノマーを入れると希釈できます。硬化後は硬くなるらしいんですが、小松は使ったことないです。ポリパテを入れたら2つの型をドッキング。少しはみ出るくらいで OK です。ここに重りを置いてポリパテが硬化するまで放置しときます。小松の毛。ポリパテが硬化したら型を外します。ポリパテが少し硬いなとは思ったんですがそのまま行ってしまったので気泡がすごいわ。これくらいなら修正でなんとかなるはず。手を抜いた結果余計な仕事が増える。モデラーあるある。補修もポリパテで。このパテ、2液混合タイプなんですが、黄色の硬化剤の量で黄色が少し変わります。色が合うとちょっと嬉しいのは小松だけ？小さい気泡などもポリパテをすり込むようにして入れ込んでおきます。硬化したらひたすらヤスリがけ。ポリパテもリモリはサクサクと、思ったように削れるので非常に使いやすいですね。あまたの神原型師様御用達ポリパテになったのも頷けます。ただどうしても気泡が出やすいんですよね。ちょいちょいパテを盛りつつ削って表面をきれいに整えてきます。入り組んだところはグラスファイバーヤスリを使ってみたところなかなか良い感じ。材料が硬いとガラスファイバーの破片が大量に出てきてちょっと心配になるんですがポリパテ相手だと柔らかいので破片がほとんど出ません。原型師主要時代にこれに気がついていれば。また時間ができたら造形再開したいんですけどね。水着白子がすげえ作りたい裏でこっそりやって何もなかった？いいね。ってなりそうですが。表面処理完了です。目の周りの気になるガタガタ部分も綺麗になりました。サフを拭きました。サフを拭くと荒が見えるよねー。ポリパテのみで完了するわけもなく、プラパテ塗って表面処理を行います。表面の気泡や傷などをゴム筆でプラパテをこすりつけるようにして埋めます。傷などを探して塗っていったら結局ほとんど顔を覆ってしまった。ポリパテってこれが一番の課題よな。でもこの加工性は捨てがたい。
パテが乾燥したら、ヤスリがけを行います。モールドを削りすぎないように、600番くらいのスポンジヤスリを使います。この後サフを拭き、ヤスリがけをしてまたサフを拭いてを繰り返し気泡や傷がなくなるまでひたすら表面処理。せっかちなもんで早く終えようと力を入れて削りすぎてしまうとポリパテの気泡が出てくるし、腫瘍のような作業が続きます。まあ、悟りが開けるような人間ではないのでやたらと時間がかかりましたとさ。それでもなんとか表面処理作業を終えることができたので、ホワイトレジンに置換する作業に入ります。作業自体はポリパテ化する際と大きく変わりません。まずは油粘土で土台を作り、枠に合わせてカット。枠と顔を置き、周りを粘土で埋めます。粘土を平滑にするのはゴム筆が便利。ゴム筆、便利すぎんか。アンダーカットにならないよう、粘土を追加してパーツを埋めます。まあ、一回しか中継しないのでそこまできっちりやってません。型がずれないようにダボ穴をつけたらシリコンを流します。シリコンが固まったら粘土を外します。今回はポリパテ機関時とは顔の配置を逆にしたのでシリコン側に部品が固定されているはず。お、成功です。きっちりシリコン型側についていますね。シリコンが融合しないようラッカークリアを塗ります。筆でもいいんですが、綿棒の方が楽。パーティングラインとか後で処理したらいいんやで。ラッカークリアが乾燥したらシリコンを流し込みます。硬化したら型枠を取り外し、シリコン型を割ります。パーツを取り外せば型取り完了。ポリパテと違い、レジンは粘度が低いので、湯口を先ほど作成した型に掘ります。世の中には湯口カッターなるものがあるらしいですけどね。気にせずアートナイフでカットです。ここにレジンを流し込みます。熱いからレジンの硬化が早すぎてやばい。湯口が狭く、流れが悪くなると入りきる前に硬化してしまうので。こんな感じにレジンが途中で止まってしまいます。このために硬化時間の長いレジンを買うのももったいないので、湯口をできるだけ広げて何度か試してみることに。湯口を広げてレジンを流れやすく調整、なんとか成功しました。湯口はニッパーカット、バリはアートナイフで除去します。パーティングラインはスポンジヤスリで削っていきます。正直あんまり綺麗に仕上がってません。業者抜きってどうやってあんなに綺麗にやってるんですかねー。過去に4つほど原型を作ってイベントに出しましたが、レジン抜きが上手くなる兆候がありませんわ。気泡などはガイアの瞬着硬化パテを使います。ただ、これホワイトを使っているんですがちょっと肌色に近いんですよね。シアノンほどホワイトレジンに近い色ではないので、ちょっと色の違いが気になる。なんとかなるかなと思ってとりあえず進めます。ならない気がしたのでシアノンもポチッときました。ただお盆なので開けないと荷物が届かん。少し左目のところの修正跡が見えますね。シアノン届いたら直すことにします。てなわけで色々と大掛かりな作業になってしまいましたが、無事ホワイトレジンパーツ化に成功です。